キチャンネル。じゃこんにちは。さあということでね、はい、あのもうちょっと喋りすぎって言われてね、はい、あの 誰もいないんですけどねそうですね、はい、誰もいないんだけど喋りすぎって言われて、はい、あのコンパクトにね、ちょっと一本一本が長くて今日取り終えられないかもしれないですね。そう、はい、ということでね、はい、サバイバルポジション今日はですね DeNA とロッテ、はい、でねお送りしますけども、はい、じゃあまず DeNA の、うん、サバイバルポジション、まあ、これ何かっていうとね、監督がいつも横一線って言うんだけど嘘ぶっこいてんじゃねえよっていうところですそういう動画でしたっけ。そうそうでしたっけ、はい、まあまあまあレギュラー固まってる人は固まってますよそういう動画です。はい、わかりました。誰だ俺の噂してんのはいっぱいしてますよみんなみんな言うから、はい、だから DeNA のね、うん、ファースト外、はい、セカンド牧、サード宮崎、レフトセンターライト、もうサバイバルはねキャッチャーとショートのみ。おお、だって外でしょ、牧でしょ、宮崎、はい、佐野、桑原、オースティン、はい、もう決まってるでしょ。そうですね、うん、まあ、牧選手も2年目のジンクスとかなんないといいですけど、まあ、まあでもね、そう最初はね、うん、もうだって年俸も7000万になってるからね、うん、438% アップ、2年目で、うん、すごいよ、うん、すごいね、うん、で去年はねその梶谷がトレ、うん、FA で出て、うん、おセンターサバイバルって言っててね、うん、桑原が、はい、がっちりもうそこはね、うん、ノーサバイバルに収めちゃったんで、はい、だからショートがね、まあ、今ヤマト、うん、あと森とか、はい、でまあ、ここはちょっとサバイバルだね。ヤマトも昨年は、打率2割5分2厘、うん、ホームラン2本、打点26、いうところもありますし、森1割9分4厘、うん、ね、まあ、ここどこまで成長できるか、まあ、ショートはサバイバルだね、はい、ちょっとね、うんうん、でもあとはキャッチャーのみ、うん、はい、ほぼほぼ固定ね、まあ、そうですね、優勝でしょ、うん、優勝ちゃんと言えて買いました今。なんかちょっとこれがあるんですよ、これのせいだね、だからうーってなります今優勝予想してますか。そうですね、 DeNA、はい、ノーサバイバル、まあ、でもこうやって見るとやっぱ野手いいですもんね。いいの、うん、いいんです、はい、はい、でキャッチャーがね、はい、伊藤なのか、うん、小柱、はい、あと、もう怒られちゃう、峰井、はい、山本、ね、っていうところが、これサバイバルだね、うん、キャッチャーもね、もうフリーパス、もう誰でもいけます頑張れば、はい、まあ、ここが本当にサバイバルですね。そう、うん、だからまあでもセンターポジションが2つサバイバルっていうところがね、うん、ちょっと気になるところだけども、はい、まあショートとキャッチャーだね、うん、あとはもう、まあ、外野も結構でも人はねいますからね、本当にそう、いるんだけど、うん、ちょっと強固だからね。そうですね、だから守備固めでどこまでアピールしていかないといけないですね。守備固めでやっぱアピールね、うん、とか多分、うん、そこが多分変わってくるから、うん、守備固めとかピッチャーのところの代打で、はい、まあ、アピールしながらね、どうなるかっていうところが勝負だけども、うん、サバイバルはヤマトと伊藤のキャッチャー、ショート、はい、ね、がサバイバル、はい、あとね先発、うん、先発はね、まあ、東、うん、今永、はい、まあ、確定だね、はい、で、まあ、浜口、うん、ちょ先発がサバイバルだね。確かに人が去年受賞したピッチャー一人もいないからね、あと大貫、はい、ね、これ名前挙げ出したら本当全員言っていかないと忘れてるとかさいつも佐々木あの選手忘れるよねみたいなねオリックスの時に田島投手忘れがちとかねそう知ってんのよ、知ってるけど、うん、あと上茶谷ね、はい、あとロメロが今年いいんちゃうかっていうね、うん、クリスキーがね、抑え候補、はい、でマルセリーノが、まあ、多分先発候補だと思うんだけども、まあ、ちょっと先発はちょっとサバイバルだね。そうですね、正直、うん、本当にあの全員がね取りに行けるっていうところはあるんで、はい、うん、もう先発本当ね4枚ぐらい空いてんちゃう、はい、ぶっちゃけそう4枚、うん、うん、正直ね、はい、絶対っていうやつはねもう今永ぐらいじゃない。あとはまあその東とかね、はい、とか名前、まあ、大貫とか出てくるけど、うん、やっぱ2桁勝ってないんでね去年ね、うん、そういったところではまあ今年ね全員が、はい、だから開幕投手誰やっちゃった時逃げないもんね。正直今永投手かな、やっぱりかなっていう実績だけで、うん、はい、なるだけで、うん、でも絶対かって言われると言えないから、うん、そうですね、うん、そういった面では、うん、先発は4つぐらい空いてんちゃう、はい、でリリーフもね、うん、かけっぷち選手で言ったけども、はい、あの三島、山崎、康明ね、うん、エスコバー、うん、であのマルセリーノとか、はい、クリスキー、うん、でエスコバー、うん、とかね、エスコバー2回言った2回言った出てねとか、はい、まあ激戦区だけどでもまあ
ノーサバイバーだよね、はい、三島、山崎、クリスキー、うん、エスコバ、はい、いるよね。まあ、そう後ろ固まってますね、その辺は、うんうん、で、石田とか砂田とか、うんうん、あと三上、はい、平田、うん、伊勢とか、うん、なってくるのかな。まあでも2は空いてる、はい、リリーフ2の先発4、うん、うわー、でも誰にでもチャンスがある。いや本当ピッチャーはね、うん、一気にもう超チャンスよ。野手はほとんどなかったですね。野手はもうねショートとキャッチャー、はい、ほぼノーサバイバル、はい、でも優勝予想してるんでね、うん、これが開幕前に変わらないかどうかがね、うん、注目だけども、はい、さあ続いては、はい、ロッテはですね、うん、サバイバルは、うん、決まってんのがマーティン、中村、荻野、うん、でもしレアードがファーストに入ったらレアード、うん、だけかな。まあでもエチェバリア、藤岡が多分試合出ることは確定してると思うんだよね、はい、だから本当のサバイバルはキャッチャーとセンターだね、うん、あとは DH もフリーに空いてる。おー、もういない、誰もいない、はい、でも DH、レアード…レアードね、基本的にね、野手、守備を守った方が打つから。あー、そうなのか、うん、守備を守ると思うんだよね、はい、だから DH とセンター、キャッチャーがサバイバル、はい、荻野、マーティン、中村はもうレアード、レアード、この4人はもう絶対確定の、はい、うん、まあ、人がいないから藤岡とエチェバリアもまあ出るでしょうみたいな、うん、2人でね、もしくは安田がサード行くのか、はい、そしたらエチェバリアと藤岡でまた競争するのか、はい、っていうところはあるけども、うん、まあセンターとキャッチャーだね。そうですね、うん、はもう本当のサバイバー、うん、まあ、藤原なのかね、岡なのか、はい、まあ、若い選手たちもいっぱいいるし、うんうん、まあ、もしね高部とか菅野とかがもしレフト守ったら荻野がセンターからね、うん、でも和田選手とかも出てきてほしい、ね、あ、そうだね、うん、打てばね足あるから50個ぐらい盗塁ね、うん、できるっていうところはあるけども、うん、あとキャッチャーはね田村が崖っぷち選手に挙げられてますけども、はい、まあ、勝負ですね、うん、勝負だね、まあ、ここら辺もサバイバルだね、はい、でキャッチャーとセンターだね、はい、サバイバル、その2ポジションが、まあ、うん、サバイバルで誰か確定してないところですね、うん、でまあ三遊間がどうなるのかっていうところはあるけども、うん、まあ、基本的にもう誰でも試合出れるよっていうのはセンターとキャッチャーだね、はい、もしくは荻野がセンター回った時のレフト、うん、だ外野1つとキャッチャーだね、はい、うん、ピッチャーはピッチャーほぼほぼ空いてんじゃん。まあでもピッチャーは、うん、多分開幕投手はね佐々木朗希なんだ。はい、あ、もう佐々木朗希投手いっちゃいます。うん、多分行くと思う。なんか話題性も含めて。でも確かにCS の活躍は良かったですもんね。うん、で楽天戦じゃん、はい。楽天も相性佐々木朗希いいからね。うん、で地元でしょ。まあ地元東北。確かに。で唯一の懸念は開幕が4時なんだよ。はい、寒いからね、はい。4時でも寒いじゃん、うん。だからそこを寒さがあるから土日に行くか次第だけども、はい、俺はもう。うん、行く気がする。行くと思うのよ。そうだ、東北開幕だ、うん、マー君と佐々木朗希の開幕なのよ。おー、はいはい、そんな気がする。で話題性もいいし、はい、でまあね、うん、東北っていうことで言うと、うん、地元の東北じゃんね、はい、いやー、だってこの間ね、終盤もマー君対佐々木朗希投手で、うんうん、佐々木朗希投手、まあ勝ちましたからね、うんうん、だから多分行くと思うのよ、うん、はい、だからまああとはその佐々木朗希が、はい、中6日で投げれるのか、うん、中10日行くのかによってまだ先発のね、うん、サバイバル秋も変わるけども、はい、まあ、確定してるのは小島、はい、でまあそこが佐々木がどうなるのか、うん、まあ三馬、うん、石川、まあここは確定かな、うんうん、で昨年ね受賞もう一つ届かなかった石、岩下、うん、二木がゲッブチで川村とか、うん、はい、まあでも2は空いてるね、2個。あ、ほんでロメロがいるからね。あ、ロメロ、はい、佐々木、石川、美馬、小島、うん、あ、1個、1個が佐々木、1個、うん、1個が2個、佐々木ロープ次第、はい、1個が2個。え、そしたらじゃあ二木投手とか岩下投手が入れなくなってくる可能性あるってことですね、本当に。そうそう、ギリギリ本当5枚目、6枚目を争う、うん、感じだね、はい、でリリーフは、うん、増田、はい、佐々木、千早、うん、唐川、国吉、うん、は多分入ってくると思うんだよね、はい、でそこからそこはあとは東とか、うん、ね、あと鈴木翔太左入れちゃうかな、うんうん、とかね、まあ、どうなってくるんやろう。でもうこのゲレーロいうからね、はい、新戦力のだ絶対確定なのは増田、うん、千早で国吉、ゲレーロ、うん、で、まあ、唐川、はい、うん、まあ1個か2個だ ね、うん、そうですね。だからまあ3先発中継ぎ合わせて3人だね、うん、
空いてんのは。まあ多くもなく少なくもなくっていう感じですか。そうだね、うん、まあ全くないわけじゃないけど、うん、まあまあそんなもんだね、はい、でキャッチャーとセンターがロッテはサバイバルだね、はい、でもそう考えるとやっぱり外国人選手の活躍度比率はやっぱり DeNA とロッテはちょっと非常に高いね、うん、ちょっと依存度が。だってマーティン・レアード選手はいざるを得ないっていうか、しかもマーティン・レアードがいなくなった時に替えがいないから、替えがっていうか、まあまあいなくなってもバックアップみたいなのね、はい、まあ、同じ活躍しないとしても一気に戦力ダウンするし、うん、そうですね、あの DeNA もオースティンがいな、うん、外がいなくなっても牧ファーストのセカンド柴田とか、うんうん、はい、まあまあなんとかちょっと野球感変わるけど、うん、まあ機動力とか含めてまあいい感じかなってなるけど、うん、オースティンいなくなるとちょっときついなっていうね、はい、まあ、太田大志選手とか、うん、そう、まあ、名前だけ言っちゃうとねロッテもいるんだよ。そうですよね、外野っていますもんね。そう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 、そう、うん、両チームねちょっと外国人選手の依存度が結構高めかなっていう ね、うん、そうですね、ところはあるけども、うん、まあ、そのサバイバルポジションをね、うん、誰が奪うのか、もう本当空いてるうちに奪わないとね、うん、桑原みたいなのポーってきちゃうとね、うん、もうノーサバイバルになるからね、はい、本当チャンスってことですからね。そう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 、うん、ここで勝負ですよね、うん、だからチャンスはセンターとキャッチャーのみ、はい、あとはもうセカンドポジションを頑張って、はい、そうですね、何かあった時の2番手死守で頑張ってください。2番手で何かあった時に掴めに行くような実力をつけておくっていうことですね。そうそうそうだね、うんうん、ということで、はい、皆さん頑張って